おい、おめえ止めれ。そこは適当に合わせておくさ。おお、おお、ね、いらっしゃいませ。ありがとうございました。何、あんた。この辺に立花不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。ちいと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人？いや、そんなんちゃう。ふん、まあいいや。ここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでね。でもなんかやばいことになってるみたい。やばいこと？堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか、おおきにな。勘弁してくれ。悪かった。やっぱりあんただったんだな、真島さん。
の組の町の門からあんたを見たって知らせがあった。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる。ちょっと話聞かせろや。事務所までつらかせ。いや悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。つれねえことを言うなよ。それにあんた自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが、あんたが組に逆らった時からだよ。相変わらずですね、真島さん。うん、若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用があるんや。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと。それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。
お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今立花不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せえ、全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそれ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよう知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう空の一壺は見たか。あ？空の一壺は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東城会の鍵を握っとる。堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画、その生き死にが殻の一粒にかかっとんのや。もし堂島総平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東城会の跡目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら東城会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが東城会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った立花不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから立花不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。はん、それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正した堂島組の系列。堂島総兵ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う
本物の信頼よな。は、なるほど。愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？東条会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東条会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東条会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで、真島。風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。はん、セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日神室町でセラを見たもんがおる。あ、なんだと？それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わり、あのお嬢ちゃん、立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや、わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前東条会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。ふん、女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。東条会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやから、ええ話がある言うたやろ、真島。ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんなら、もうパチンコなんかやめろって。うるせんだよ。おいおい、てめえ待てよ、こら。なんか、こいつヤバくね。バカ、やめて。
かぶつけたろうが、謝れっつうんだよ。どうでもええ。は？好きにせえや。マジかよ。俺上等じゃねえか。あ、よっしゃ、俺にもやらせろ。ええやろ、ピエロで。上等。